はい、ということで皆さんこんばんは、リリジョーでございます。やっていきましょう、ブロックスフルーツということで、今日からセカンド C 編開始です。本格的にセカンド C を攻略していきます。やっぱ視聴者からするとセカンド C からが本番だと、悪魔の実の覚醒とか、あとレイドとか、なんかそういう要素がたくさんあるみたいだから、ぜひともねセカンド C やってくれということなのでやっていきます。セカンド C はファースト C の倍は要素詰まってる。本当？セカンド C に行く条件、知らない方向けに言うと700レベル必要らしいです。700レベル上げれればインペルダウンで話しかけることができる人間が増えると、そこからセカンド C に行けるっぽいです。実はですね、もう一個企画やってるじゃないですか、動画版体験。新しいブロフル海賊団を入れるっていう話をしてるわけじゃないですか。1ヶ月間体験で。オーディションに来たのが3人で、今回そこから1人選んだので、誰誰って気になりますよね。なので、今から登場してきてもらいます。皆さん、こっち側見てください、ここ。じゃ今から登場してきてもらいましょう。はい。ということで、今回の1ヶ月動画版体験はこちらの方です。登場よろしくお願いします。来ましたー。てんぷらちゃん、よろしくお願いします。一応自己紹介いいですか。てんぷらちゃんと申します。エビフライじゃないです。グソクムシさん推しです。よろしくお願いします、という感じです。グソクムシさんが好きと、ま、なんかもう臨戦態勢。お前うまそうだなーって。お前もうまそうだけどね。お前も寿司やもんね。どこの軍に所属するかちょっとまだ未定って感じです。だからこれからネタの中で誰かの軍に所属するというような話が出てくるかもしれないです。海軍来ないってちょっとって。あ、ポテトが生理的に受け付けないらしい。ダメだ。ああ。まあまあまあ、わからないです。まあ、これからね、決めていきましょう、と。どうだ？あ、ほら、メロメロ入った。ほら、メロメロ食らった。どうだろう？天ぷらちゃん効くんかな？このメロメロ。メロメロはちょっと、リトルさん、いや、無理っすね。あ、メロメロが嫌っていうよりは、リトルが嫌らしい。蹴飛ばすぞ、この野郎が。やめとけ、やめとけ、お前。はい、という感じなんで、皆さん、じゃあ、今からですね、セカンド C、攻略していこうかなと思いますので、よければね、最後まで動画を見てください。そしてですね、今後のシリーズたくさん続けて欲しいよって方はチャンネル登録と高評価ここで押していただけると嬉しいです。はい、という感じで皆さん、じゃあやっていきましょう。セカンド C 開幕です。よし、動画班、行こっか。で、これどうやって行くの？これどうやって行くんこれ。もうやっとですよ、皆さん。2週間ぐらいかかったよ、700行くの。これか。ミリタリーディテクティブ。この人に話しかけるか。てんてんてん、話す。何？お、ドン・スワン・ハズ・エスケープド。彼が世界を制覇する前に、彼を追跡する手伝いが必要だ。凍っている村に隠れているみたいなこと言ってんのかな。なるほど、トラックだから追っかけろっつってる。だから何？冬島ってこと？冬島にドン・スワンってやつが隠れてるから、そいつを倒せみたいなこと言ってる。行こっか、じゃあ。よし、なんかこの鍵を使ってなんかやるみたいだよ。よし、行こっか。よし、天ぷらちゃん、運転だ。早速、君の仕事ができたね。動画班体験、初仕事だ。行こっか。なんか減ってる気がするね。ちょ、なんか、あれみんな？うん、置いてこう。あんな奴ら置いてこう。冬島にレッツゴー。なんか誰もいなくなったんだけど。なんかあいつら泳いでるよ。あいつら泳いできてるよ。大丈夫かな？行けるんかな？さあ、来たぞ、みんな。まあ、何人かいなくなったんですけど、まあ、ほっといておきましょう。到着ー。オッケー、いいね。なんかセカンド C っていうか、まだこれファースト C の話なんだけど。カーム、ポテイト、こっち？何があんの？確かにさ、俺気になってたわ。ここなんだろうと思ってたわ。もしかしてさ、これ？この鍵を使って、来た。ラストクエスト。待ってみんな。いるぞ。じゃあみんな、俺に任して。みんなどうせ俺悪魔の実変えんといかんから。ラストゴムゴム使っていこう。これがラストのゴムゴムだ。え、かかってこいやー。おー、なめるな。俺はかなり強くなった。もう誰にも負けはしない。ほら、この野郎。ちょっとラグいね。ちょっとラグいけど気にしない。いやー、やばい、さすがの強さやね。殴ってうまく距離を空けてです。よいしょー、いいね。俺に任せろ。よいしょ、あとちょっと倒せる倒せる。じゃあ最後はガトリングで食らえー。さあ、アイス提督撃破。まあ迷った、俺たちの中で一番いいやつだな。お前は白鳥との遭遇が少なかったからここに送られてきたんだ。まさに
これが正しいやり方だとは言えない。君の味方によっては正義が変わっていくんだ。でも僕が白鳥見えないよ。文がドラゴンエンペラーは、人工ブロックスフルーツを製造。お、みんな新しいワード出てきたよ。人工悪魔の実。とりあえずセカンドシーンに行って、じゃあ次の敵を倒していけってことなのかな。じゃあ行きましょう皆さん。どうすればいいんだ。来た、戻りました。じゃあ皆さんもう一回ちょっと話しかけよっか。てんてんてん話す。あー面白い。白鳥は第二の海にいると彼は考えている。だから、あ、これで行けるわけ。ミドルタウンって今言ったぞ。ミドルタウンに行けばセカンドシーンに行けるってこと。ここにいるボスだよ白鳥。え、この白鳥っていうのがセカンドシーンにいるってこと。なるほど、ここの敵っていうのが実はめちゃめちゃ強い敵だったんだ。 Hey タクシー、 Let's go。 さあ来ました皆さん、おなじみミドルタウンでございます。ここからセカンドシーンに行けるって本当？どこで行くんだ。いるわ、エクスペリエンスとキャプテン。何こいつ。てんてんてん、熟練の船長。 I can take you to the セカンドシー。初めて行きますセカンドシー、 Let's go。来ました、ブロックスフルーツセカンドシー。なんかワクワクするわ。いやめっちゃワクワクする。なんかすげえ楽しみなんだけどセカンドシー。俺何気にブロフルハマっとうからな。来たー、来たぞみんな、セカンドシー。ここからが新世界セカンドシーです。行こうじゃないのセカンドシー。うわこんな感じなんや、広ー。待って、これめちゃくそ広くない？ファーストシーとかのさ、最初とは全く別もんやん。新世界って大阪の、ちげえよお前。なんで大阪になんだよお前。ちょっとさ、見ていかない？セカンドシー。この空間だけがセカンドシーってこと？あ、まだあるんや。船に乗って他の島にも行けるってことね。じゃあ。あ、なんかみんな敵がいるよ敵。第一村人。何レベルぐらいなのこの敵って。あ、700レベルなんだ。なるほどね。え、これ何これみんな。これ。これが多分最初のクエよ。エリア1、クエストギバー。もしかしてさ、この空間だけでもエリアが分かれてるってこと？確かにどこまでがエリア1なのかな？そのブロフルマップの全体図とか欲しいけどね、このセカンドシーンのね。こっちに行くと何があるんだ？こっち行ってみようぜみんな。リリー、あの高いところから見ないか？どこ？あの一番目の前の？そうだね。一番の目の前のさ、大きい建物行ってみよっか。よし、これがみんな一番高いところらしい。やば！みんな見て。え、あの島なんなん？目の前の、ほら。なんか岩みたいなワールドで、これが多分ミドルタウンみたいな位置づけなんやろね。で見てみんなこっち側、ほらなんか光が出てる月みたいな、あれもワールドなんかな。ほらあの光が出てる月、あれは月だと思うや。あれは違うらしいです皆さん。じゃあさ、ポテイトが言うカフェってところに行ってみよっか。多分そこが一番重要なんじゃないんかな。オッケー、カフェ行こうみんな。来た、偽物ブロフルを取った時のやつだ。あ、なんかいるぞみんな。あれこいつさ、いっ1ヶ月ぶりに、ナオくん復活！来たー！あの、1ヶ月間活動休止したんですけど、カムバック！セカンドシーから、ナオくん帰ってきました、お帰りーってね。元気にしてたか、ナオくん。元気にしてなかったじゃダメじゃねえか、お前。何があったんだ、お前。ナオくんがいない間に、海軍は実質解体です。はい、赤草撲滅委員ってやつになったから、海軍は解体しています。そして、残された、ただ一人の海軍、ナオくん。果たしてセカンドシーではどういうことをやっていくのか。で、天月は、まあ、特に言うことないですね。リリチオ、リトル。セカンドシー来た記念にこれあげるよ。どれ？新しい実が欲しかったとこでしょ。そう。でも、ゴムゴムもね、もうファーストシーでお別れですよ。新しい悪魔の実欲しいよ。セカンドシーに行ったら、悪魔の実のトレード、交換が可能になると。やっていこう。また、しまえ、それは。それはしまえ、ダメじゃ。天ぷらちゃん、どうした？お前誰にそれ教わった？天ぷらちゃん。まあ、それ誰に教わった？天月さん、お前ふざけんじゃねえぞ、こら、お前。お前、新人を悪に染めるな、お前。教育してやったんだよ。どういう教育してんだ？このセカンドシーンは悪魔の実の覚醒とかもあるらしいから、あの、覚醒もセカンドシーンの間に全部覚醒させたいね。じゃあ皆さん、せっかくなんで、僕もね、悪魔の実1個買おうかなと思います。で、天ぷらちゃんは変えてもええんちゃう？逆に。そう、マグかぶりしてるんよね。誰かがマグマグ使ったりしてるから、なんか無理に天ぷらちゃんが使わなくていい気もするけどな。変える、オッケー。じゃあ俺と天ぷらちゃん変える。あと変えたい子いる？変えたい子。変えていいの？いいよ。あ、ラドンも変えたい。だって俺、天ぷらちゃん、ラドン、ポテトか。ポテトも変えていいよ。じゃあさあ、ここでもね、変えます。皆さん12万高いな。変えます、いきます。購入。
まあ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 、皆さん出てしまったものだから、天性の中毒者もう悪に染まるしかないんかな。飛べるよって、仕方ない、皆さん飛ぶしかないよ。飛んじゃったってことはやばくない？あの、今日いないけどさ、あの、クロウハとかのさ、赤草撲滅委員にバレたらやばくない？現行犯逮捕、俺捕まっちゃうよ、また。なあ、リリチョ、ワンタンどうした？赤草潰さねえか？そうだね、メラとマグで赤草潰しに行かん？ワンタン今マグマグだよね。メラメラとマグマグが禁止なんてわけわかんねえ。そうだよね。なんかそしたらさ、どん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 禁止されていくことない？次はこれ禁止、次はこれ禁止って、最終的に全員キロキロになっちゃうよ。キロキロしか使えなくなるの嫌でしょ、ワンタン。まあ後々やっていこう。ただ私はまだ弱い、技を1個しか覚えてないんだだから後々やっていきましょう。さあ皆さん、じゃあ次、テンプラチュン。実は私貧乏でお金がない。な、大丈夫大丈夫大丈夫。って、どうした？イタロさんにキロを渡しちゃったから、実はもう悪魔の実が買えないんだ。誰、誰かなんか持ってる？なんでマグマグにマグマグを渡すんだよ、お前。天ぷらちゃんさ、メロメロよくない？あ、まあまあ、もちろんほら、他のことやるかもしれんけど、同時並行でリトルとアイドルグループ作ってこっか。メロメロでアイドルグループ作ってさ、ライブするって話じゃん。で、ライブでお金を稼ぐって話じゃん。メロメロで、みんなを惚れさせたいです。行こう、じゃあ。ノットメロメロあげなさい。取引成立だね、そうだね。あ？ちょっと待って、今なんかさ、今見ちゃいけないものを見た気がする。なおくん？あれ、なんか大仏の確か海軍元帥だったよね、あなた。ちょっと技使ってみて、もう一回。ちょっと見間違いかもしれん。なんかモテ期来た。やばい、ミスったって言ってるんよ。お前間違えてメロメロ食ったな？え、大仏使ってる元帥。マジでメロメロ行くん？この美貌で海軍増やすか。そうだね。結局、まあまあ、リトルからすると海軍と協力できるのはいいことかもしれんから。だってもともとはあれだよ、あのホットドッグ紹介がラスボスなわけやから。うん、一応天月ラスボスなんでしょ。いただきます。そうですね。さあ、エビフライちゃん食っちゃった。使ってみて技。これで私も人気者、メロメロメロー。そうだね、いいねー、いいね、アイドルグループ。真ん中いらなくない？ほら、全員ハートポーズ。ジャケ写撮るか、ジャケ写。なんかジャケットの写真かなんか撮るか。全員ね。なんで自分の仲間殺してんだよ、メロメロでよ。次回以降の動画でまたね、取り上げると思うんですけど、みんなは誰が一番好きって。まあ、リトゥール自身がプロデューサーをするのか、それとも別の人間にプロデューサーをさせるのか。あとはほら、ライブ会場とかの場所を押さえんといかんよね。あと曲も作らんといかん。この子が好きなの？それとも、この子が好きなの？それとも、ハート、この子が好きなの？みんなの推しは誰かな？じゃあ、ラドン？弾いていいよ、じゃあ。ファーストシーンの最終回ではボコボコにやられてさ、結局ダメだったじゃん。お金がない！キロでよくね？まあそうだね。え、ラドンお前キロでよくない？ラドン、お前負けたじゃん、だって。負けたから別にもう良くない？キロで。素晴らしい。本当に思ってんのか？ほら、ラドン君交換するよ。あ、すごい。みんな見て。ここ宝物取引ってここ座ってやるんや、ほら。やっぱラドン君には俺がおすすめだよ。食っていいよ。いただきまーす。ん？あの、違う違う、ラドン、違う違う違う。違う違う、お前前回と同じや、それ。待て待て待て。あんだけ強かったのに。ナオくん、リリチオさん、何？え？何これ？おい、このカフェの下になんかあるぞ。え？タイトルズスペシャリスト、そしてカラーズスペシャリストの2人いますね。で、こっちの方にはアウェーケリングエクスパート、専門家か。で、ナオくんがチェスをしていると。さあ、ゲームを始めよう。あ、なんかガチでなんかチェスできるっぽいよ、これ。でさ、これ何なの？ちょっと話しかけていいか？お兄さん、タイトルのリストを見ますか？何タイトルのリストって。シャープ1から全部ロック中っすね。で、何これ？本当はほら、キングハーテッド。ここの名前がつくわけだね。まあ、別にいらない。いらなくね？カラーズスペシャリスト。
ね、強化カラーのリストを見ますか。だって何ね、これ武装色の色を変えれる。ナオくんのさ、ほんわかのさ、ゲーミング武装色ってさ、もしかしてこれを使ったってこと。なるほど、ゲーミング武装色ね。アウェークリングエクスパート、これなんだろう。こんにちは、フルーツは覚醒のエキスパートだ。フルーツを目覚めさせたら来てくれ。覚醒のオンオフができる。まあ皆さん、まあ第1話はこんなもんにしときましょうか。この何カフェとかまだね、ホテルとか全然見れてないんですけど、こんな感じで、あのブロックスフルーツセカンドシー編は開始という感じです。なので皆さん、ぜひともね、次以降気になる方は登録していただけると嬉しいです。だからこれあれだね、動画班がネタする以前にこのセカンドシーの紹介をするだけでも一本丸々取れそうな感じだね。はい、という感じなんで、よかったら皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今後ともブロフル海賊団の応援をよろしくお願いします。はい、そんな感じで第1話以上。